こんにちは、ライナーの大前です。今日は、まゆかちゃんに来ていただいて、いつもお客様から人気のフェイスレイヤーっていうスタイルがあるんですけど、そのヘアスタイルの解説、あとカラーリングも、モデルさんのお仕事されてるので、撮影の時に照明とか日光とかで髪の毛が赤くならないような感じのこだわりのある配合でやってるので、その辺を解説しながら、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。イメージだったらちょっと切りたい感じだよね、顔周りね。切りたい。そうだよね、このぐらいか、バックのラインは基本的にはまっすぐブラントに切っていきます。ナチュラルシェイプで髪の毛が自然に落ちる位置でまっすぐのラインを意識してカットしていきます。後ろ姿でちょっと角を残したいので、それはバックで残したまま、今度はその以外の髪の毛を持ってサイドにつないでいきます。顔周りのレイヤーにつなぐイメージで少し前上がりのラインで切っていきます。そしてラインが切り終わったら、今回はここでカラーに入って最後ドライカットでフェイスレイヤー解説していきます。まゆかちゃんのカラーリングは、撮影とかで日光に当たったりとか、こうフラッシュの光とかで赤みがあんま出ないようにナチュラルなブラックなんですけど、グレーと紫、青みみたいなものを混ぜて、赤みが出ないように抑えてカラーリングするようにしてます。よし、じゃあフェイスレイヤーやっていきましょう。まず、前髪の動きを計算してどこまでを前髪幅にするか決めてブロッキングします。常にスタイリングイメージでブロッキングは取っていきます。バング位置はリップラインに落ちるイメージで切っていきます。そこからさっきの前髪つなぐイメージでカットしていきます。ラインを決めたら質感を調整します。バングが終わったら次にフェイスレイヤーのポイントはここのブロッキングで、だいたいまゆかちゃんの場合はちょっと人によって変えるんですけど、フェイスラインに合わせて耳前ぐらいまでブロッキングしていきます。ここはどこまでをレイヤー入れてどんな感じで動かしたいかイメージによって結構人によってデザインで変えてます。で、先ほど分け取ったフェイスレイヤーの幅をまた髪の毛が自然に落ちる位置で綺麗にコーミングして、今回は顎下から鎖骨下にかけてレイヤー入れていきます。
フェイスレイヤー入れ終わったら顔前のレイヤーの感じのバランスに対して今後ろが重すぎるのでだいたい耳後ろ3センチぐらいからまあこのベースの厚みは見ながら残したい重さを取ってあげてこのエリアにレイヤーを入れていきます。先ほどのパネルにレイヤーを入れていきます。レイヤーを入れるときは落ちる位置で顔周りのレイヤーの落ちる位置とバランスを見て確認してから入れていきます。そうすることで内側のレイヤーと外側のレイヤーでバランスが取れて重さが取れます。ヘアスタイルに抜けが出てる感じです。先ほどのレイヤーが入れ終わったら全体の重さや質感を見ながらスライドカットで毛量調節、質感調整をしていきます。スライドカットで質感を作ってこのぐらいの感じで柔らかさ軽さを意識して入れていきます。よし OK、 これでカット終了です。かわいいやんね。かわいい。よして、まゆかちゃんのスタイリングには38ミリのヘアアイロン使います。